マミモメモンさやかです。黒の奇跡の第5章をやっているところでございます。一番最初のマラソン中ですね。旧市街リバーサイド駅前終わったので、次はタイレル地区に行きますか。行きましょう。お、これはなんだ、なんとかスピードの CM だね。ワイルドスピードじゃないね。ワイルドスピードはリアルなやつアビーさんまだ諦めてないの。まあでもここのモムの一人なんかな。いやほんまそれよね。いや戦争も大概だったけどね。でも村一人一つなくなるってやばいよね、この3人。うわー、通信社のお兄ちゃんから聞いた、民族問題が絡んでるかも。あーそっかそっかそっか。そうよね。でも本当は違うよね。アルマート、そどうなんだろうな。うん、3人仲良くいてくれ。ね、なんか私も自然だから忘れてたわ。そうだね。いらっしゃいませ。どうも。いやいやいや、一人の人間じゃん、いくら店員だからとはいえ。いやーわかる。いやほんとよね。だって恐怖を知らしめたいのかな、あの人。はい、なるほどね。そうだね、集まった善意は無駄にならないっていい言葉だね。影もある。あ、影を失った、ごめん。フシューってなってる。祈っとる。ようこそ、またのお越しをお待ちしております。はい、2階行きましょうか。例の親子は今回は寺院にいたもんね。へこんどる。いや、やばすぎよね。いや、本当にそれよね。なんか、その趣味とあれは違う。現実は違うよね。いや、なんか今のわかるな。はい。じゃあ次、タイレル通信お邪魔します。編集長さんが。リンくんスタイル。はい。素晴らしい。はい、編集長。ペンは剣よりも強し。そうですね。やっぱ名前あんの。いや、ほんとマリエルちゃん、どこ行った。さっき娘さんじゃなかった、妹さんも言ってたね。ポロって言っちゃったんだね。ここの掲示板は何もない。よし、この道中の、確かにね、チョコレートはいいね。
ああそうなんだ、映画関係者になりたかったんだ。めちゃくちゃセンチメンタル。こんな時に何をお願いしてんの。いやーね、ほんと十数年前カルト集団ね。はい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 。いろいろありますね。純愛映画だったんだ。ああでも良さそう、良さそうだね。ピクニックタイムクレイユ村に来てたじゃん。心痛めてそう。映画見る。わしらも見るんですね。全部見たことあるから、みんなの反応、いや、みんなの反応って、あ、そっか、ジュディスがいるんか、今回は。じゃあ、ジュディスまとめになりそうですね。まあ、わしらも、気分転換は大事ということで。あらららら、らいや、ほんとね、ほんとね。あら、そういう感じか、おかんくん。かおかんくん、どこ行ったの。あー、潰すしか手立てはないか。血の雨が降ることになる。いや、ほんとにさ、アルマーダ行くところまで行きすぎてて、そのー命を奪う、奪い合うしかないよね。今までなんだかんだそういう選択肢ってあんまりなかったじゃん。本当になんか悪すぎて。あー、そっかそっかそっか、百貨店の屋上いなかったね、そういえば。見せつけてんのかな。あーたちはいつでも君の味方だ。さらっとさらっといけめんなことを言っていく。兵器の本。ああ、なるほどな。確かにね、本当に未知っていうか知らん、無知って怖いよね。はい、ということでタイレル地区こんな感じですかね。次サイデン地区行きます。行きましょう。さて、いや、ほんとよね。頑張ってね。
さて、うわもう完全に頭を抱えているイメージの2割が形になったのに、え、絵の具がキャンバスに頭からざっぷり、わあ。え、それはどういうこと？あー、なるほどね。そっか、すごい結末だったわ、彼女の誰？相手の人、エリート風の青年、お兄ちゃんってこと？え？大統領府？そんな偉い人なの？なるほど。いろんな人が動いてるね。マジ？どこ？お、その話が終わった後ってこと？何にいたしまし、またお越しください。終わった後か。言葉にして自分の考え言うって難しいよね。親だとまたなおさら。ね、ほんとよ。パックジンさんここにいたの？ちゃんとスーツ着とるし。穏便な手段ね。それでか。ほい、じゃあ次。こう登って、会社の話かな。あれ？話。あ、メインイベントだった。お前らか。この前とは違う顔ぶれだな。よくこんな時に新医療ってどこかで見た顔みたいだが、髪の毛の色変えてさ、サングラスまでかけてんのによほどなんだろうね。おお、またもやすごい美人さん。ねえねえ、よかったらお茶しない？やめれ、バカ野郎。時と場合を考えろ。すいません、会議前にちょっと和みたくて。いくらなんでも空気が重すぎて耐えられそうにないっていうか。そうだ、やばい連中だとは思ったが、ここまでとはな。いやほんま、なるほどね。そうなんよ、そもそもなんでクレイ村だったのか、民族人種問題ね。本当にそうなんかな。いいえ、それすら口実の可能性もあるわ。どうしてキリカさん。お疲れ様、ダスワン警部、アークライド事務所の皆さんも。兄弟揃ってる。
と警察が大統領府の指示で連携して事態収拾に当たってる。なるほど。 CID も橋渡しする。なるほど。首都の安全ね。専門家の分析では彼らの所持する異物は長距離転移まではできない。あ、そうなんだ。専門家って何？バルタ的な意味で結社的な意味で。あ、そっちの専門家ね。びっくりしたここあったんかなってちょっとドキッとしちゃったはいはい。ね、ほんとね。出航か。あ、はい、ロックスミスさん。論来南の山脈方面を封鎖してる。例の段にも動きがあった。なるほど。分かった。イカルガってどう言われなんだろうね。はい。分かった。お互い頑張りましょう。笑った。ダスマニさん無理しないでね。はあ、極刑ね。さんとか。ねえ。ああ、キャロルさん。ここのキャロルさんはちゃんと仕事モードなんよね。まあ、とはいえ物語がそれどころじゃないからね。3人でいる。あ、そうなんだ。へえ。そうなんだ。若者代表っていう会話だったね。で、掲示板にメインストーリーがあって。そう、あ、そうだ。
いやー定期的にため息が出る、ごめんね。やっぱねこの空気はね忘れてた。はい、次国王が行きます。ここはどういう雰囲気になるんだろう。デモンストレーションか。ああ、なるほどね。へえ、オッケー、ありがとう。で、大丈夫。ね、本当。普段はレアな商品を引っ張り出すとは。どれのことでしょうか。ないのでしょうか。このあたりかな。このあたりのことかな。ちょっとやっぱ旅先で買いたいな感があるんですよね。そういうことか。わしらが買えないものを置いていく。今なら寄っていきな。うん。天使すぎるでしょ。久しぶりに笑ったわ。ねえ、ほんと。ね、癒されるよね。あ、そうなんだ。マギサバーさん。マギサバーさん。狂気。さすがすぎる。どこで騒いでんだろう。なんかオープニングでさ、殺し屋的なところで戦うような感じのシーンあったような気がするんよね。し、まだ国防外をこう存分に発揮してないような気がするので、何かしらもうちょっとイベントありそうなんだよね。大事件があって変な人がいるね。わしらの目には映っとらんのよね。この人たち？あ、違うんだ。偵察？見かけない両兵。プレイヤーはまあ見た目で判断するとこあるけど、確かにベージュ系はあんまいなかった。こんなもんかな。あ、レジーナさんがいた。A の気配はないね。ミルク公園はなんかあるかな。エントランスに行けないんだもんね。なんもないかな。次は映画を見たいと思います。百花王が第3章以来来てなくって、第4章からの子が見てないかなっていう感じかな。
ちょっとこの辺ね、完全に保管するっていうの難しいかもしれないけど、まあ私のあの技量で頑張りたいと思います。とりあえずグロリア、ん、あ、そっか、これニーナが出てるやつだ。共和国の歴史は博士から教えてもらってるけど、はいはいはい、泣いた、自分で引くくらい泣いたわ。そうなんだ、はいはいはい、へえ。あ、ほんと、類活ってやつね。はい、どういたしましてだ。カトルとジュディスとパーフェクトドライバー、カトル君は見たね。で、うん、みんな気分転換になったよって言ってくれるね。多分追加である気がする、これ。感想がいいね、ジュディスさんは。へえ。確かにね、実際体験したらリアルになるしね。百花王を見ました。多分アーロンは見たことあるかな。うん、聞いた聞いた、オファーは来たことがあったってね。うん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 、あー、なるほどね。綺麗な結末はフィクションに限るね。で、百花王、カトルとジュディス。子は親を、弟子は師匠を乗り越えるもの。言うね。うん。で、なるほどな。うん、アニエスとフェリとパーフェクトドライバー2を見ました。この時期に見たからこその追加のセリフがあるっぽいからね。しかし言わんな。で、まあ全部見たっていう感じなんですけど、実際に選ぶのはグロリアの、フェリーちゃんとアーロン、ちょっとコネクト選ばなかった時があるので、ポイント集めときましょう。うん、ちょっぴり元気出た。掲示板見てみよーっと。手配魔獣、ガンダルバ、ガンダルバが出たの。はい、そうなの。うん、あー、ガンダルバかもしれん。金色だけど。あ、しまった、 CP 回復をしておらん。うーん、ちょっと縛りだな。いくぜ。え、 S ブーストもないんか。結構な縛りをやりますね。はい、まあ楽勝っすね。え、エリアルバスターがレイジングバスターになって、やった、ありがとう。アイギシュシールド、これで幕引きだ。幕引きだ。オッケー。手配魔獣、地下廃路線、廃路線の方、オーベル地区だって。ふーん、はーい。うん、やっと、はーい。